皆さん、こんばんは。卵が少し安くなってきた。ということで卵、解禁です。卵を使った豪華な一品です。ふわふわなドリアを食べたことがありますでしょうか。半熟卵黄と共にいただきます。なのでふわふわスフレドリア作ります。しかもそこそこ簡単です。メレンゲを作ります。黄身と白身に分けます。後ほど黄身は使います。卵白を角が立つまで泡立てます。冷たい卵の方がやりやすいです。こんな感じがベストです。あまりゆるいと膨らみません。一度冷蔵庫にしまっておきます。マーガリンをグラタン皿にしっかり塗っておきます。膨らみの手助けをしてくれます。火をつけます。火加減は弱火強です。温まったらマーガリンを小さじ1杯入れ、溶かして鶏もも肉を入れます。1センチ角切り 40g ぐらいです。表面が白くなるまで炒めます。白くなったら玉ねぎスライスを入れます。小さめの玉ねぎ4分の1個分です。塩コショウをして軽く炒めます。最後に食後の反省と実食のコーナーもございます。ぜひご覧ください。そこに牛乳 100cc を入れ、顆粒コンソメ4分の1個分を刻んだものを入れ、軽く混ぜ、吹きこぼれ防止に水を少量入れます。鶏肉に火を入れるイメージです。たまに混ぜながら 1,2 分煮てください。火が入ったら小麦粉を小さじ1杯と半分入れ、混ぜながら火を入れます。焦らずゆっくりやってください。とろみがついてきました。塩コショウして軽く混ぜ、ミックスチーズを入れます。 30g ぐらいです。最終的な濃度はチーズでつける感じです。しっかりと溶かしてください。トロトロとしたぐらいがベストです。そこに温かいご飯を入れます。 100g ぐらいです。さっくりと和えます。意外と味が薄かったので塩コショウをしっかりしてください。先ほどのメレンゲを2回に分けて入れます。1回目、気泡をあまり潰さないように混ぜます。2回目、少しムラがあるぐらいで大丈夫です。2回目の方がもっとさっくりやる感じです。こんな感じにしてください。それを容器に移し、軽く容器を叩いて落ち着かせます。中心をへこまし卵黄を入れます。あらかじめ熱したオーブントースターに入れ焼きます。温めておかないと膨らみが悪くなります。それだけ注意してください。膨らんで焼き色がついたら完成。ふわふわで幸せだな。スフレドリア、食後の反省に続く。その前に実食。うま。食後の反省。ご視聴ありがとうございました。